にちは。島田商業高校公式 VTuber の蓬莱凛です。丹沢みのりです。この動画は私たち島田商業高校公式 VTuber とフィッシュボールさんとのコラボになります。なぜコラボするに至ったかというと、実はフィッシュボールの高校生からのお願い叶えちゃってもいいですかという静岡県教育委員会とフィッシュボールの連携企画に私たち島田商業が応募して採用されたという感じです。内容は静岡県内の高校生からフィッシュボールにお願いしたいことを募集します。高校生活に関することや地域に関することなど何でも構いませんということなのですが、みのり、どんな内容で応募したのか言っちゃってください。はい、みのりです。応募した内容は島田市を VTuber で盛り上げたいということなのですが、実は最初は緊張してしまうので、ただ普通に雑談がしたいです。はい、ということで今日の私たち島田商業高校公式 VTuber とフィッシュボールさんとのコラボ企画、テーマは雑談。そこからきっと何かが生まれるはずです。それではフィッシュボールの皆さん、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ私たちも自己紹介させてください。こんにちは、はい、フィッシュボールです。はい、静岡出身に今泉です。趣味とかも教えてほしいです。最近ハマってることなんかも教えてほしいですね。私は、まあ、趣味、特技で少林寺拳法があって、それにたまに自分で稽古にしに行ったりするのが、まあ、ハマっていることというか特技です。趣味はその趣味は少林寺拳法かな。ああ、もうハマってることと趣味両方ですよね。はい、はい、沼津市出身、久松由美です。ハマってることは、最近私蜂蜜をなんかもうそのまま飲むのをハマってます。蜂蜜はね、奥が深いこと最近知りまして、蜂蜜をね飲むことをハマって、趣味は読書が最近ハマってます。まあでも結構漫画のが好きなんですけど、最近はなんか書籍も読むようになりました。はい、はい、御殿場市出身、清谷はるめです。特技がダンスなんですけど、最近は特に K-POP のダンスにハマってて、よく他にもあげてます。島田商業高校 VTuber の蓬莱凛です。島田市出身です。趣味は音楽を聴くことで、最近ハマっているものは島田の駅で買ったグレープフルーツの飴です。よろしくお願いします。私もりんちゃんと同じく VTuber の神座みのりです。趣味は旅行で、最近行ったところは静岡県の梅ヶ島へ山祭りに行っていただきました。最近ハマっていることは写真を撮ることです。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、珍しいですね、グレープフルーツの飴。もう売ってないんですよ。先週行って買おうとしたらもうなくなってしまっていて、入るのか聞きに行ったんですけど、もう入らないかもって言われちゃって、すごく悲しいんです。それめちゃくちゃ悲しいですね。一つもらいましたが、めちゃくちゃ美味しかったです。わー、気になる。気になる。あと梅ヶ島、はい、梅ヶ島行かせていただきました。すごい、一人で行ったことあるんですよ。一人で、結構遠いんですよ。いいじゃん、なんか、ね、そうやって仲良くなっていければなって、うん、私も質問よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。泉ちゃんの少林寺拳法というものが気になったんですけど、一体どういうものか教えていただいてもいいですか。ああ、そうです。じゃあ やらないですちょっと早い。いやらないですけど何だろう、護身術って言って自分の身を守る武道なんですけど、私も高校生から始めたばっかりなので、で、黒帯で今やってるんですけど、なんだろう、すごい、そ
ですね、自分を守るためにやっぱ必要かなって。女でもね、まあ、今女を言えないのかな分からないですけど、まあ、でも強くて損はないですから、うんうん、まあ、構っても我々も守っていかないと。護身術見習いたいと思います。泉が守ってあげればいいんじゃない。そう、泉が守ればいいんだ。やったあと私からもう一つ質問があるんですけども、私すごくカラオケが苦手でして、はい、62点くらい取るくらいには本当にダメで、歌をうまく歌うコツとかあれば教えていただきたいと思う。ああ、ね、でも私ももともとすっごい歌下手くそだったんです。でも62点とかじゃないくらい、なんかもう本当に歌うことが嫌いなくらい歌が苦手だったんです。音痴すぎてだからこう友達とカラオケ行っても歌わない、キックだけみたいな、おかしいからみたいなぐらい苦手だったんですけど、でも今こう音痴も少しずつ治ってきていて、だから音痴はこれ音痴ではないと思うんです。なんか治りますな、治りますか、慣れとかそういうものなのでしょうか。いや、あのね、私はなんかね、音程がちょっと取れるようになったのは、なんかピアノを習い始めたんですよ。ああ。音程が少し取れるようになったので、なんかちょっとピアノとか、なんか始めやすい楽器とかを始めてみると、良いかもしれないです。わかりました。いつでも教えます。ピアノとギターなら。おー、ね、ー、ありがとうございます。家で一人遅くじゃない時間帯にやってみます。頑張ってください。頑張ります。それではフィッシュボールの皆さんは VTuber をご存知でしょうか。私めちゃくちゃ YouTube で VTuber とかを見てて、結構知ってると思ってます。思ってる自信ね、自信、私たちの情報を少しお話ししたいと思います。現在私たち VTuber をネットで調べてみたところ、なんと2022年11月28日現在で VTuber の人数が2万人に到達したそうです。どんだけいるんだって思います。あ、本当にそんな一部しか見てないんですね。知らなかったことがすごく私も多いです。そもそも私たちが登場した理由は、私たちの地元を紹介したいという気持ちからです。より多くの人に知ってもらうためにための手段をマーケティング等の授業で話し合った時に、動画作成というワードが出てきて、担当の先生に言ったところ、動画といえば YouTube 何かないかなと考えていて、情報の授業に特化しているこの島し この島田商業ならではの VTuber を作ろうというところから私たちが生まれました。あとですね、島田市ってどんなところか知っていますか。島田市はなんかお茶が有名って聞きましたね。あと、なんだっけ、トウモロコシ、カンカン娘、トウモロコシあれお茶が有名聞いたことがあります。しっけえ、ほんと間違えた。島田市は簡単に言うと、大井川という大きな川と南アルプスにつながる山があって、自然にあふれたところです。位置はちょうど静岡県の真ん中ぐらいで、蓬莱橋とかバラの丘公園とか大井川鉄道とかが有名だよ。フィッシュボールさんは島田市に来たことはありますか。イベントで一回島田市に来たことがあります、カンカン娘っていう、それのイベントがトウモロコシのイベントだったんです。カンカン娘を収穫するっていう、それでやっぱりトウモロコシが有名って。あ
日は富士ドリームエアラインズっていう空港、空港でこうよく北海道に行くときに飛行機を使っていくので、それで空港に行ったりですかね。あんまなんかこう遊びに行ったりとかちょっと遠いのであんまりしないですね。遠いですね。そうですね。やっぱお祭りとかがないとなかなか来ない。そうだね、イベントとかがあればいいんですけども、んそんな頻繁にも行われていないので私たちフィッシュウォールさんと行きたい場所が2つあるんです。1つ目は山目平です。島田市の山奥にある釣り堀の施設です。フィッシュボールさんは自分でヤマメを釣って食べたことありますか？ないね。ないです。ヤマメ平はヤマメを釣ったりつかみ取りができたりします。やりたい。クマさんみたいにしてさ、クマさんみたいにこう乾くから取ってくるんでしょ、つかみ取り。すごい、やったことないからやりたい。今日はいないんですけど、イクミの方に住んでいるお友達がいて、その子はつかみ取りのコツを知っているんです。その子もないとね、つかみ取りなんてね、想像しろって、やらないじゃん。山平に行った時はぜひその友達も一緒に嬉しい。ぜひぜひお願いします。それでは2つ目なのですが、2つ目はバラの丘です。 JR 島田駅から車で8分のところにあります。バラの丘公園のバラは島田市の花になるほど綺麗に咲き誇るんですよ。5月中旬から6月中旬は毎年春秋に開催されているバラの丘フェスティバルというイベントの期間で、ワークショップなども実施しています。いいね。写真とかそこで撮ったら、インスタ映えとかしそうな感じ。インスタ映えとかすごいします。でそこのと、そのバラの丘公園でバラの丘ソフトというバラのソフトクリームが食べれるんですけども、フィッシュボールの皆さんはバラの味ってどんな味か知っていますか？いやもうこんなんか柔軟剤とかでローズの香りとかいるからあんな感じで味がするのかな確かに香りはわかる、なんとなくわかるけど、食べたことないよね。食べたことはないからわかんない。私も実際には食べたことないんですが、友達から聞いて食べてみたいと思ってるので、ぜひバラの丘に来てください。あれは匂いだと思う。匂いですか？あれは色と匂いだと思います。なんかお花が飾ってあるとかじゃないですか？バラがぶっさりって飾ってしてあるみたいな。行って食べてみましょう。あ、お楽しみだ。そうだ。そして皆さんは私たちが通っている島田商業高校について知っていますか？いや、私だって東側だから全然島田聞いたこと、本当にこれで聞いた感じですね。静岡市とかじゃ聞くんじゃない？友達が言ってたりとかは特にないかな。あ、そうなんだ。名前も聞いたことある。名称があるか。そうだね、静岡商業さんの方が静岡市では、あ、そうです、確かに人が多いかな。島田の周りからじゃないとなかなか来ないですよね。私たち3年生は、総合ビジネス科と情報ビジネス科という2つの科に分かれていて、私たちは2人とも情報ビジネス科に所属しています。情報ビジネス科では、プログラミングとか、サイトを作ったりとか、アプリの作成なんかもしています。
すごーえ、アプリのアプリ作れちゃうってことですか？今制作の真っ最中です。真っ最中です。すごい。何のアプリですか？できるのかな。いいんじゃない？私たちはエコに関わるゲームのアプリを制作していて。ゲームだって。すごい。え、ゲームってすごくない？すごいね。すごーい。詳しい内容は島田商業高校にぜひ来てみて、その子たちに聞いてみてほしいと思います。ぜひ行きたいです。シュッシュボールの皆さんに島田市の魅力を伝えられるように頑張ります。こちらこそよろしくお願いします。そういえばみのり、雑談もできて今日は満足？すごい満足です。ということで、今日はフィッシュボールの泉さん、ゆいさん、はるさんとの雑談でした。ありがとうございました。ありがとうございました。